明日告示され、二十七日に投開票される自民党総裁選挙。こちらは共同通信が行ったものですが、次の自民党総裁にふさわしいのはという世論調査で、常に上位にランクインされる。小泉さんなんですが、小泉さん自身は、ですね。このこうした人気がある理由というのは、どんなふうに考えていらっしゃいますか？いや私自身あの、自分のこうやって支持をいただけるような理由というのは。 何がっていうのはよく分からないですけども、まあ、名前を挙げていただけるっていうことはありがたく思いますし、うん、何よりも今回こうやって総裁選の舞台に私のことを挙げてくれた支えてくれる仲間たち議員その秘書の皆さん地方議員党員の皆さんもう本当にそういった皆さんにとにかく感謝以外ないですね。うん あの若い世代からも非常に小泉さん支持があられると思うんですがそうした点はまあご自身でも強みだなと思ったりされるんでしょうかまあやはり若い方からすれば身近な印象は世代的にももあるのかもしれませんね、まあ、ただまあ彼ら若い世代からしても43歳というのはえ本当に若いのかっていうと私でさえ,えもっともっと若い世代から学んで自分自身をアップデートしなければいけないことがいっぱいあるぐらい 日本の今取り巻く環境は変化が激しいですから、うん、その変化の激しい世の中に政治が取り残されていることを変えたいと、はいうその思いが私を今この場に立たせてますね、うん、あの自民党への今逆風が非常に強い中で今回総裁選に出馬をされた決断されたというのはなぜだったんでしょうかあの私自身二児の父になってこんなにも自分が変わるとはって思いました。やはりりの見方が大きく変わり えー、この自分のことよりも子どものこと自分の人生より子どもの未来そういったことを考えるにつれ、うん、今のこの政治のやり方そして政策の進め方スピードや強度、うん、これを続けていても、はい、次の時代に間に合わないというこの強烈な危機感ですね、はい、もうとにかくこの危機感が今私を総理になってこの国の、はい 今強いです。あのもう私はこれこういう年になってきましたけどねやっぱりなんか失われた30年とかですねさて日本は個人になるんじゃないかとアジアでもですね言われてる中で言うと時代に取り残されたっていう表現も使っておられましたけど、はい、そのためにはとにかく改革を急がなきゃいけないそれで自分が出るんだということですけども、はい、最もこれ基本政策的に日本をこれどうしなきゃいけないというふうにお考えですか やはり私が今回1年で3つの改革をやるって言ったとおり明確に課題設定をして今まで長年議論ばかりを続けてきたけども答えを出していない課題に決着をつけることそこから始めなきゃいけないと思いますまあその中身というのはおそらく今日これからあのゆっくり扱うと思うんですけどもまあその前提としてもこれだけ我々自民党が原因で政治不信招いてしまったわけですから大前提はまずこの政治とかね この問題をしっかりとと向き合うことそして国民の皆さんからだったらもう一回自民党に任せようそう思っていただけるかどうかがまずは問われると思いますね。 今も出ましたけどこのね43歳というのがね若いか若くなるかという中でいうとまああのもう十分いろんな経験はされてきてると思うんですがやっぱり経験不足ねいろんな部署を担当してという中でいうと今までやっぱりどうしても歴代の総理っていうのはいろんな経験をされた幹事長やったりあるいはもう昔なら大倉大臣がどうのとかいろいろ言われてきましたよねそういう面で経験不足をちょっと指摘されてる部分についてはどのようにお考えなのののこれはそそ世世界その世界業界業界で 今までよりも若い人が出てきたらみんなそういう風に言われるんじゃないでしょうかはい、はい、なので、えー、それはまあ、こうから、えー、そんなことありませんっていう風に向きになる必要はないですし足りないことがあるのは事実ですし、えー、一人で何でもできるわけではありませんはい、はい、でむしろ私はありがたいなと思ってるのはそれだけ多くの方から 私が足りないところを指摘されてるにもかかわらずその私を支えようと思ってくださる仲間がこれだけ多く集まってくださることそして皆さんあいつはちゃんと支えなきゃダメだっていうことでむしろ必死になって支えてくれるで何ででももきちちゃゃうううとととほっいいいて大丈夫だからそに思われますよね私のリーダーシップスタイルはそれとはまた違ってみんなが自然と支えてくれてそして私自身がそれに応えるために えー、いろんな修羅場をくぐ、えー、り抜けるために努力をして成長する、えー、その姿を見せていくことによって国民の皆さんに託しても大丈夫だなと、えー、そういうふうに思っていただけるような今回の総裁選にしたいですねまあ自分そういったの心づもりっていうか腹づもりとしてはもうその部分というのは胆力もさらわってきているというふうにお考えですかまあ今までさまざまな党内のあ政治的な修羅場を、えーえー、経験してきたと思います、えー、TPP っていうのが、はい、岩田さんも、はい 覚えてると思いますけどあの時も自民党の中は TPP 交渉参加反対派が圧倒的多数私はその中で交渉即参加すべきだと当時、えー、総裁安倍総理総裁、はい、で与党になって安倍総理がオバマ大統領と日米首脳会談をやると、はい、そういった時も私は予算委員会で質問に立ってもう党内ほぼ反対派ですよ、はい、だけど私は安倍総理にもう即交渉参加決断すべきだと。 いう形で迫る中では党内で相当反対派の方とのぶつかり合いも経験しています。農林部会の時は農業改革もそうです。そして環境大臣の時もさまざまな政策の中でのぶつかり合いもありました。そういった経験を生かしていきたいと思いますね。あとその中であの総理になったらとにかくできるだけ早く解散総選挙だと実施したいと言ってこれはもう変わらないっいう。変わらないです。 これはできる限り信用とこれは今の自民党に欠けてることなんです、はい、まずこの政治と金の問題で自民党の中で処分はしましたよね、はい、もちろんそれが十分国民の皆さんから見てえー納得をいただいているかというとそこはまた違うかもしれませんが党内の手続きとしては処分はやったでもう一つは岸田総理はトップとしての責任を取る形で今回総裁選に出ない事実上の退陣表明を行いました じゃああとは何が残ってるのか、ええ、国民の皆さんに審判を仰ぐこれを抜きにいくら国家ビジョンを語ってもいくら政策を語っても、ええ、私は国民の皆さん耳を傾けてくれるとは思えませんね。はい、なので今回1年で改革三つやらせてくださいそして教育の抜本的な改革も含めて、はい、中長期のものも含めて、ええ、私の改革プランと政治と金の問題の決着と合わせて衆議院を解散をして国民の皆さんにご判断をいただきたい。 それは私はやはり県政の条ど、はい、基本的なことだと思いますね。あともう一つですね、憲法改正について戦後初めてその国民投票を実施したいとこれも言われましたよね。はい、これあの確かに憲法改正の問題というのはいろいろなんかこの今までやりながらなんかあんまりスッキリとしない状況を続いているわけですけど、はい、それを変えたいということですけ、はい、私は否決されてもいいから国民投票に訴えたいと思います、ね。はい、それは70年間 自民党はずっっと言ってきたんです、はい、我々は憲法改正をするために生まれた党です、はい、この原点の約束を果たさずに来て69年、はい、来年70年なんですよ。はい、やはりこれだけ信頼を失ってしまった自民党はどこに立ち戻るべきかといったら最初の約束を守る、はい、こういったことが大事ですし多くの国民の皆さんは今この時間もですよ日本の 領土領海領空を守るために必死になって死ぬ気で命がけで守ってくれている自衛隊自衛官の皆さんそして災害があれば真っ先に現場に駆けつける自衛官の皆さんその皆さんのことを信頼し感謝をしてますよねだけどその自衛隊は日本の国の形である憲法に書いてないんですそのことも含めて本当にこのままでいいのかっていうことを私は国民の皆さんに問うという機会これはやはり自民党は ででやらなななけければいいいんじゃないでしょうか、はい、自民党は派閥の裏金問題で国民からの信頼を取り戻すことができるのでしょうか小泉さんは出馬表明会見で政治とカネについて政党が所属議員に支出する政策活動費は廃止する旧文通費である調査研究広報滞在費は首都を公開し残金は国庫返納を義務付ける。 政治資金収支報告書に不記載があった議員の選挙での公認については地方組織などの意見を踏まえて厳正に判断し選挙を経るまで要職に起用しないと語っておられますこれらの政治改革をその他の二つのプランと合わせ一年以内に実現すると述べられていらっしゃいます まあこの辺りなんですけどもね、はい、あの今ずっとあのやっぱり政治の問題というのはお金の問題なかなかやっぱりいろんな世論調査の中でやっぱり非常に大事だっていう人が多い中で言うとこの政策活動費の廃止であるとかですねそれから例えば政治資金パーティーっていうのはやっぱり昨日この間もあの議員の方とお話しするとどうやってもかかるものはかかると、はい、でその政党助成金なんかも全部回ってくるわけじゃないしその辺の太めさというかシステムを変えてほしいっていうような声も出てるんですけどこの このあたり政治と金の疑問を持たれた部分についてはどのようにお考えですかまず今なお自民党が信頼を回復できずいまだに自民党が前に進めない、はい、その原因というのは政治の金の流れがいまだに不透明だということが拭えない、はいはい、ここだと思うんですじゃあそこに対してどのような答えを出すかというと私は政策活動費の廃止、はい、そして旧文通費の使い道の公開と、はい、残った場合は 残金は国庫に返納するこれを義務付けることによって、はいえー、お金の流れが不透明な部分を断ち切ると、ええ、そういったことから始めなければいけないっていうのが思いですね。ええ、でまあ,あの副議員の問題もここに書いてありますけれども、ええ、やはりこのような方針を、えー、しっかり国民の皆さんに、えええー、訴えるそして私が総理総裁になった場合は、ええ、自民党の中にこの政治改革の中身を、えー、党内でまとめるための、ええ 本部のようなものを設置をして、で、私が本部長になり。えー、まとめた暁には、国会法案を提出をして。そして、成立をさせる。こういった思いを今持っています。自民党総裁選に出馬する、小泉進次郎さんと。今後の日本経済について考えていきます。ここからは、経済評論家の加谷恵一さんにもご参加いただきます。加谷さん、よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。 ままずは日本経済の現状を見ていきます国の経済活動の水準を算出した名目 GDP 国内総生産について小泉さんも出馬会見で言及されていましたが IMF 国際通貨基金の見通しによりますと今年日本はドル換算でドイツに次ぐ4位去年、ドイツに抜かれた日本は来年にはインドにも抜かれ5位になるとみられています。 また oecd 経済協力開発機構によりますと日本の平均年収はこの30年間ほぼ横ばい他の主要国と比べても伸び悩みが顕著になっています小泉さんあの日本の衰退ということを会見でもおっしゃられていましたけれども、はい、現状日本経済というのはどんなふうに小泉さん見てらっしゃるんでしょうかあのまさにここにお示しをいただいている通りずっとこの年収が上がらない、はいえー まあただようやく今岸田政権の下で約30年ぶりの水準の賃上げが実現ができてそして長いデフレからようやく抜け出しそうなところまで来てそして金利がある今状況に入ってきて今私は大事な時期だと思ってますねこの変わり始めた成長経済型にえもっ乗ってきた時にここに水を差してはならない。どうやって この回り出した歯車がしっかりと後戻りしないところまで早く強く歯車を回し切れるかどうかそのためにはやはり今までの政治のスピードにないような圧倒的なスピード感で改革を進めていかなければ私はこの衰退の道からの脱却はないそういうふうに考えて1年で3つという中の一つに経済政策特にあの日本は世界の中でトップクラスで稼げるっていう産業は 残念なながら自動車一本足だ方なんですこれを自動車一本足ではなくて二刀流,二刀流またさらに世界へと、はい、こういう形で持っていくには成長分野に人が求められた人がそこに流れていくそういう新たな成長産業型の労働市場に持っていかなければいけないで一人一人が誰もが働きやすいそういう環境が実現する国を作りたいそう思ってます。はい これ加谷さんね今、小泉さんおっしゃったんですけれども、はい、本当に自白失われた30年とかですね今、ドイツに抜かれ今度はインドにも抜かれで、うんはい、いずれはなんかインドネシアみたいな話もだんだん展望としては出てきている中で、はい、なんでこんなにもうねブレーキかかったままだったのかというあたりは <laughs>、えーはい、ここをです解明してかつそれを前に進めてその歯車を回さなきゃいけないという話なんですがここはどのようにお考えですか実はねこれは結構もう明らかではないかと私は思ってましたね。えーえー、先ほど小池 VTR でおっしゃってたんですが、えー、あのずっと議論ばっかりしてきたって、うん、このねなぜ30年間ダメだったのかは,はい、はい、専門家、まあ、政治家ジャーナリスト、まあ、国民含めて、ねはいはい、ずっと議論してきたんですよね。うんえー、でやっぱり唯一欠けているのがですねあの企業の経営、まあ、経済全体の仕組みを変えなきゃまずいんじゃないのか、はい、改革をしなきゃいけないのか、うん、でこの話いろいろ痛みが伴うんで、まあ、皆さん避けてきた。 わけですよね。やっぱりここが本丸だと私は思います。ええうん、まあですので、小泉さんが今回ね。まあ一部の国民の方が嫌がることも、まあ踏まえた上で。あはいはい、まあ改革を全面に出されたというのは、私はあの高く評価していてですね。あの、言って伺いたいですね。ええ、自動車一本だったと。で、二刀流にしなきゃいけないって言うんですか。はい、その二刀流の方がですね。なかなか見えてこないという気がするんですけど、そこはどう。これね、<か>やっぱり企業のダイナミズムが失われるとですね。うん、やっぱり新しい事業をやろうとか。 いうところにやっぱりこう余力がいかないんですよね。ええ、で、これまああのまあ政府の支援が足りないとか、あの金融支援が足りないま、いろんな意見があったんですが、最終的には企業の経営が変わらないと、こればっかりどうしようもないわけですよ。で、ここにいかに踏み込めるかが、非常に大事だと思います。うん、なるほど、その中でということですね、うん。はい、小泉さんは日本の経済社会にダイナミズムを取り戻すために2つの改革プランを掲げています。1つ目が正規なき規制改革です。 賃上げ・人手不足・正規・非正規格差を同時に解決するため解雇規制を見直し来年法案を提出する労働基準法では労働者の権利を保護するため企業による解雇には一定の制限が設けられていますまたライドシェアを全面解禁し地方の移動の不便を解消するもう一つが一人一人の人生の選択肢の拡大ということです 年収の壁を撤廃し働く人には原則厚生年金が適用されるように見直すさらに労働時間規制の見直し原則月45時間が上限の残業時間を柔軟化するというものそして選択的夫婦別姓の導入を認める法案を提出するこれらを政治改革と同様1年以内に実現すると述べていらっしゃいますが。 小泉さんまずえっ、ー、とこの解雇規制の見直しに関してですが、はい、これは賛否いろんな意見があるようなんですけれどもどんなふうに考えていらっしゃいますかこれは誰もが求められ自分らしい働き方ができる労働市場に、えー、作り変えていきたいという思いです、はいえー、今まあ加谷さんもお話をされましたけれども企業のダイナミズムを取り戻さなければ日本の経済は復活しないじゃあその時に何を変えなければいけないかといったら一つは 働くルールっていうのは私今43歳ですけども私が生まれる前にこの働くルールっていうのは判例でそれが労働法にこう、まあ、結果的に結びついて基本的には新卒の方がその企業に働き始めて約40年終身雇用まで働くという社会、はい、まあ20年学び40年働き20年の老後、はい、この人生80年の形に基づいているルールが今もなお 基本的には続いてるんですよね。はい、で、これが今令和の時代どうなってるかといえば、もう今若い人たちは働くときに勤めた企業に40年いるっていう前提で就職をする方はほとんどいないと思います。はい、そしてものすごく大事なことは、あの川さんも先ほどおっしゃいましたけれども、これだけ時代が変わって変化の速度が速い中で予見性がものすごく低い社会になりましたよね。はい、これから何が起きるか分かんない。五、はい、年間のうちだって。 相当変わりましたでしょこの中で言えばやはり私の思いは長年日本が解決できていない正規非正規格差の解消したいと、はい、でそのためには正規で雇用しやすい環境を労働市場に作っていかなきゃいけませんでそのためにはこの雇ったら40年間雇い続けてそれが前提の元だというルールである限り企業からすればなかなか 5年10年後の先のことも分からないから正規で雇うのはちょっと苦しいなこれ重荷だなっていう環境を変えなければ正規の方に正規で雇用されるチャンスっていうのは今と変わらないままになってしまう。なので私はそこを変えていくことをやらなければ正規正規の格差の解消こういったものに結びつかず結果として現役世代の収入が上がらずで現役世代の収入が上がらないと。 私は今の未婚化、ええ、晩婚化、ええ、こういったことも解決できず私はなかなか将来に明るい展望を持ちにくいんではないかなとで、これはみんな労働市場改革っていうものは必要だということを言いながらも、ええ、加谷さんおっしゃったように、ええ、うこれなかなか難しいっていうふうに本丸のところになかなか触れられずずっと来たんですよねだから私は今回総裁選明日から始まりますけれども、えー、どのようなスピードで どのような中身でこの新たなルールを作っていって誰もがキャリアアップステップアップをしやすいような労働環境を作るかこれはやっていきたいと思いますし私の中ではやはり企業には特に大企業にはリスキリングの義務付け、うん、そしてまた再就職の支援こういったこともしっかり義務付けることによって会社の方働いてる方が求められてるところにちゃんとマッチングがして結びつけられやすい。 そういういいい労働市場を作っていきたとこれあのこう雇用の流動性とかね測るべきだというようなこともまあ議論としてはあるわけですよねで、まあ、早期退職流してもなかなかおお応じられなくて企業があって大企業の場合ですねいろんなことに直面している部分もあるんですがなんか経営者側にねなんか外国権みたいなのがこう強,強く強くく 出てしまって果たしてそういったことは不当解雇とかですね言、うん、う人はやっぱりその大丈夫かという心配する声もあるんですが、はい、そこははどうう考考ええてていまますそういったこことは全く考えてません、えー、これは解雇しやすい社会を作ることではなくて、えー、一人一人が求められ、えー、自分らしい働き方を実現できるための労働市場改革をやりたいっていうことです。えー、で大前提はですねこの労働市場改革の問題を話すと必ずこの失業のリスクっていうのは言われますが、えー この政治の約20年30年の中の議論の大前提が違うのは今は仕事がないといいいとう時時代代でではななななくて人がいない時代なんですなのでこの人手不足の中で成長産業に求められている方が行けるような環境を作るにはできる限りそり社会全体で雇用されるという発想一つの企業で雇用されるということではない。そのの新たな労働市場の 形を作っていくっていう必要性は、私はこれは説明すれば分かっていただけるのではないかな。それをちゃんと丁寧に説明していきたいですね。丁寧に説明の必要があるんじゃないかという、はい、加谷さんはどうお考えですか。えー、これね確かにあの大企業の一部ではまあそのいろいろミスマッチがあって事実上仕事がない。 てても在籍ししい、ええ、いらっしゃるる方結構いるんですよね、まあ、今一方お話があったように今極度の人手不足に陥っていてですね、うん、ただその人手不足になっている業界ってあの介護とかえそれから建設とかですね、うん、それからまあ運輸とか、うん、まあどっちかというと体力を必要とする分野のところでものすごく人が足りなくて、うん。うん でどちらかというとホワイトカラーのところで人が余っているという状態ですからこれ、ただ単純に解雇規制を緩和しちゃうとですね、うん、ここの,あの雇用の,あのマッチはうまくいかない可能性があるということがあるので、まあ、私はねやっぱりあのスキルアップなんかの,あの支援とセットにするというところを組み合わせていかないとこれはうまくワークしないんじゃないかなそういう印象なんでい印すまさに加谷さんが今スキルアップをセットにしなきゃいけないというのがその通りでなので私が言っていることは 今大企業の中でリスキリングの支援もあの企業として取り組み始めましたけども働いている方が日常的にリスキリングの機会が提供されるような義務付けこれセーフティーネットですでさらに再就職の支援こういったことを義務付けることをやっていくっていうことが必ず不可欠な中で 新しいルールを設定をしていくっいうことだと思。ね、部分というのがあるとえば安心感というのはあると思う。まだどうしても不安感というのはの、はい、伺っててっということもあると思うんですが、加谷さんそのほかにね、あの例えばライドシェアのこれ全面解禁とか、私のこの辺りというのは地方を見てますとやっぱり大変だと思うんでやるべきだと思うし、それ以外にも何か伺ってみてはありますか。えー、これねやっぱりあの労働規制のまあいろいろ改革っていうのはあの少しやっぱり効果が出るには時間もかかるんですね。えー、で,すねでね一方今お話ししたライドシェアなん。 はあの規制を緩和すすると、ね、かなななりあの短期間に成果が出そうなものなわけですよね、うんまあ、ただこれねいろいろあの業界ごとの,あの反発とかですねある種ちょっと利権になってる部分もあったりして、はい、これはあの、ね、なかなかあのまあ進めにくくて、まあ、それで今まで自民党政権もまあうまくいかなかったというところがあるんですが、はい、まあもし本当にここに踏み込んでいただけるんだとすると、まあ、これは即、ね、効性のある成果が期待できるんじゃないか、はい、そんな感じですね。いやこれれは自民党問われてますよ ですね、やはり加谷さんおっしゃったように今までの自民党は、えー、既得権益と業界が認めるる範囲内の改革だったらやるんですしかしこれは国民の皆さんの本当は移動したい、ええ、今これタクシーが来たら外食だって行きたいのにとかもしも移動手段があればお出かけしたいのにドラッグストア行きたいスーパー行きたいのにまた病院に通うことも大変だその中で移動の手段はバスは減便電車はダイヤが改正。 タクシーも足りない。だったら新しい選択肢を用意しよいしょじゃないですかっていうところに今まではいけなかったこれ相当しかち切り込まないといけないっていう業界のですね壁というかこれはあると思うんですがそのがなないとっ今まででやらら。かかたわけですからそこ,これは総理自身がこれを絶対やるんだという思いがあったら私はこれはこの風穴は開けられるというふうに思いますね。 さて小泉さんの出馬会見をご覧になって、カヤさんから伺ってみたいことがあるということなんですが、そうですね。これやっぱり今足元でね、あのようやくあの円高が一服して、まああ円安が一服して円高に戻ってきていてですね。はい、まあこれ国民生活ってはもしかすると物価が安くなるかもしれないんですが、一方でまあいろいろね景気悪くなるんじゃないかっていうまあ恐れもあったりして、はい、まあ本当に金融政策少年場なんですよね。で今本当に金利が上がり始めているこのタイミング、まあ日銀の独立性があるとはいえですね、政権に慣れる立場になったら。 やっぱり金融政策をまあどうするのか、まあ結果的に為替はねどういうふうに動いていくのが理想的なのか、はい、まあここら辺の考えぜひお伺いしたいんですけどね,すね。まあまずは金融政策については日銀の独立性は尊重はしたい。これ基本だと思います。ただその中で今金利とインフレのある世界に入ってきた中で、私は一番大事なことは政治の役割はですよ。いかに日本経済の体質と体感を 強くしていくような明確なメッセージを国内外に示すことによって、日本は成長するこの期待をしっかりと持たせる具体的でかつ期限を区切った政治の明確な政策改革プラン、これを示すことだと思っています。なので私は今までの政治なかなか一年で三つとなかったですよね。多分一年でこれ一つだって大変だぞって言われますけど、そういった 明確なな圧倒的なスピードでいくぞという意思をマーケットにも国内外にも示したいでまた今あの為替のお話もありましたけどもまあ為替はやはりいかにこのファンダメンタルズを評価されるかですから結局のところ私が言っている労働市場改革にしても一人一人が自分らしい生き方働き方ができる多様な選択肢を用意する社会にするかそして個人個人が前向きな モチベーション高い生き方ができるかによって日本の経済成長は決まっていくのでそこをしっかりやりきりたいと、えー、ただもちろん過度な変動はやはり良くないというふうには思いますね。はいうん、うん、これすみません今のお話はあのあれですかちょっと誤解があったら申し訳ないんですが、はい、あのまあ金融政策は日銀が担当すると、はい、で政府はしっかりあの経済対策をやってまあ成長路線に乗せることができればまあ自然に金利は上がっていくしあの日銀とのバランスも取れるだろう、まあ、あるし役割分担を明確に したいと、まあ、そういうイメージですかね。まあ、ただ、今まで安倍政権、そして菅政権、岸田政権と政府と日銀の、えー。対話、そしてコミュニケーションっていうのは重視をしてきて。私はそこは同じです。で、ただですね。ええー、アベノミクスっていうところから。あの、過去、この総括をしていくと。やはり、アベノミクスのポイントは三つの、三本の矢でしたよね。機動的な、まあ、異次元の金融せ緩和。はい、そして、機動的な財政政策。はい、そして、三つ目が。 やはり構造改革だったんですで私はこのアベノミクスの3本目の矢これをしっかりやりきらなきゃいけないとそのことによって日本が成長軌道に安定的に乗っていくこれを実現をするっていうことがすごく大事なことだと思っているので私はそこにあの目の前のことで水をさしてはならないと思いますので例えば今物価の問題これでしわ寄せがいってしまっているような 低所得者の方、年金生活者の方、はい、中小小規模事業者の方こういったところに対する目の前の機動的な財政政策などはしっかりやらなければならないと、ええええ、そういうふうには良くないとは思います、うん、これあの。 ガソリンとかです、ね、電気とかを含めて、ねはい、ある程度、次元的にです、ね、下げるというようなことをやってきたりして、はい、これがいつまでできるんだろうかというのとそれから今みたいにこれ円高基調になると株が下がるというか輸出、ね、産業にも相当打撃があるという,ようなことになってきてどの辺なら一番押し付けるのかってどう思う不安定感というのがあるような気がするんですそこはどう見ておられますかやっぱりそこは本質的な改革に着手をするかどうかというものがまずは一番大事なことなんではないですかね。えーうん、ただその えー、物価の動きなん,かなんかで目の前の生活が、えー、苦しい、えー、そしてしわ寄せが来てしまっているところには私が総理総裁になった暁にはまず直ちに経済対策の指示をして、えーえー、補正予算を策定をする、えー、こういったところで対応していきたいと特に、まあ、低所得者の方の家計、えー、年金生活者の方そこは給付金の拡充こういったことも検討したいと思いますしあとお話のあったようなガソリン、えー、そして電気ガス、えー これも今は次元でやってますけどもやはりですねこの地方創生の臨時交付金という制度があってその中で地方自治体のそれぞれの知恵を活用してその地域に必要な予算の使い方を物価高対策を考えてくださいっていうのは今もやってるんですけど私はむしろそちらの方を拡充をすることでその地域でガソリンのニーズがあるんだったらそちらに使う電気ガスがあったらそちら。 またた人手不足対応が必要だっららそちら給食費の物価高による給食費の値上げにならないようにそこを手当てをするそしたらそちらこういった形にやっていく方が一律で誰もがガソリンも電気ガスも支援をされるっていうよりもよりきめ細かいそして必要なところに必要な予算を こういった方向になっていくのではないかなと思います、ねうん。加谷さんどう思いますか。これ<え>今一番大事なもので求められてるのは。これあの小泉さんおっしゃってる改革があの実現すると、まあ供給力は増すので、あのいずれこの問題は解決する。という見通しは立てられるんですが、まあ目先やっぱりね、生活大変なわけですよね。ええ、なんでまあおそらく秋の臨時国会で、まあ補正予算が組まれて、ええ、まあやっぱりあの延長の議論は出てくるんだと思うんですね。でまあそうなると、今度年明けの通常国会ですね。これ一年ずつ成果を出されるとおっしゃってるんで、まあそうなるとその解雇規制の緩和とかですね。 まあ夫婦別姓とかそれからあと年明けの通常国会の年金制度改正も控えてるんでこれ相当ちょ大変なんですよねはいはいで本当にあの1年って区切ってられてしまってるんでこれ基本的に通常国会で全部まあ処理されるという感じになるんですかねこの問題は。例えば選択的夫婦別姓の導入これはですねでこのポイントはもう30年以上議論してるんです。 でこれは別姓を誰もに強制するわけではなく別姓を求めている方にその選択をしっかり作ろうじゃありませんから選択肢を。っていうことに対してそれがなぜダメなのかっていうことを国民の皆さんに聞いてみようと。なので国会で法案を提出をして議論をした暁に。 一人一人価値観家族観は違いますから私は自民党として一本化せずに一人一人の議員に投票行動を判断いただき党議拘束を外すというこういった形で最終的に採決に向かうというのが私の考え方ですだからまずはこの国会に法案提出これは選択的夫婦別姓についても1年でやりたいと法案提出さえ今までしてないんです。い年以上議論をして 小泉さんまあ日本を取り巻く環境というのは非常にですね中国北朝鮮ロシアという中で言ったら緊張感が増してきている部分があるんですけど外交については今岩田さんがおっしゃったように中国ロシア北朝鮮この先制国家先制主義的な国家が日本の3正面にある、はいうん、この日本の現実を踏まえた時に、えー、やはり一番大事なのは日米同盟をしっかり強化する、はいはい、同志国の連携をしっかりと深める、はいはい、広げる。 でその上で外交の基軸を決してずらさない、はい、その基本的な姿勢が大事だと思います、はい、で私は時間がないので特に今北朝鮮について一言触れると、はい、やはり拉致問題、はい、この解決のためにご家族の方もう待ったなしです、はい、もう高齢化も進んでますし、まあ、そ,すそのことからすれば私は同世代のトップ同士で今までにないアプローチで、はい 前提条件をつけない胸襟を開いた新たな対話の機会、はいはい、こういったものを模索すべき時代が来ているというう思いますですのでそういった思いも持ちながら、えー、外交をしっかりと戦略的に、はいえー、強い外交を動く外交を進めていきたいと、はい、だから硬直的になってるやつは少しパイプなんかも作るってことをやっぱりトップ外交みたいなことも想定しておられるってことですかトップ外交をしなければ こういった国々との打開はできない。ええ、特に中国ロシア中国北朝鮮、ええ、そこは思いますね。うんうん、はい。 あとかさんあのこれ経済問題というのはです、ねえー、本当にみんな今、乱高原の中でいって心配している部分があると思うんですが、はい、何をやっぱり望みたいですかそうですねこれま,あまだ今、表明されたばっかりですので、ね、具体的にあのどういう、ね、あの方策がまあ行われるのかもう少しあの明確なあの詳細なプランが出てくると国民もいろいろ判断しやすくなると思いますのでここはぜひ今後、期待したいところ九人、ねはいはい、の方が、ねうん、いろんな議論をやっ,ぱやっていただいてああ変わったんだなというのを見せなきゃいけないというふうに思いますね。はい、明日は民 党の代表制に立候補している4人をお招きして議論していきますえ小泉さん、加谷さん、本当に今日はどうもありがとうございま,ざいます。ありがとうございますありがとうございました